1万6300人、今回の日本武道館大会も満員御礼のお客さんで埋まりました。場内は一斉にババコール。まず先頭にモータニコ、その後ろにラッシャー木村、そしてこの大歓声、圧倒的な声援に包まれてジャイアントボラがゆっくりとこのブルーのマットに歩を進めてまいりました。 5.1 東京ドーム大会ではまさにババプロデューサーの手腕が光りました。初めての全日マット東京ドーム大会を成功、そしてこのホームグラウンドの日本武道館のリングに馬場が姿を現しています。青コーナー275ポンド泉田純、今日は黄色が基調のこのペイントを見せました泉田純です。エゲン遥か高田ぶりの武道館で、さあ翼がどこまで飛ぶんでしょうか。エゲン遥か復帰マサノブ、今シリーズはシリアスな戦いも見せました淵正信です。赤コーナー220パウンド桃田光雄、ファミリー軍団まず最初にコールされましたのが桃田光雄。250パウンドラッシャー木村、こっちを向いてよ木村君、ラッシャー木村であります。350パウンドジャイアントパーバー、苦みがしったこの表情、ジャイアントババであります。そしてリングの中、悪役紹介は淵正信です。今シリーズの後楽園ホール大会では高山組、そのシリアスな関節技の鬼の姿も存分に見せました。くるっと回って逆さ抑え込みはカウント2、早くも馬場にタッチ。さあ馬場が姿を現しました、日本武道館のリング上です。桃田光雄からラッシャー木村を挟まずにすぐさまこのジャイアント馬場が入ってまいりました。当然のことながら青コーナーは引いています。低い体勢になりました淵、馬場の左の腕を絞った、もう一回絞っていく。青コーナーからは参謀役のエーゲンがもっとひねれという声をかけています。腕を取った、あと脇固めの体勢に持っていきます。馬場の145キロの体重が淵の左の肩、腕にかかってまいりました。あっと思わずこの泉田のカットに顔をしかめました。ちょっと今日の馬場の顔は穏やかではありません。なかなか立ち上がれないジャイアント馬場、さあそれを見て淵が背後に回って泉田がリングの中、そしてエーゲンも入ってきた。ヘッドバット2連発3連発あとエーゲンはちょっとここで無視されました。さらなる攻撃を仕掛けようというエーゲンではありましたが、馬場がすかさず赤コーナーに戻ります。そしてここでラッシャー木村、重厚感あふれる木村のチョップで赤コーナーにエーゲンを引きずり出しました。さあチョップの乱れ打ち、さあこれが出てくるとそろそろ嫌な時間帯になってまいります。エーゲンがニュートラルコーナーに押し込まれて、ここは淵がカット、あー嫌な予感がしてまいりました。放送席の目の前に桃田光雄、そしてリングの中にはエーゲン遥か、さあまずは飛ぶといういつもの儀式を見せようというところ、しかしこれでエーゲンが飛んだ試しはございません。さあ今宵日本武道館のリングでエーゲンが飛ぶことがあるんでありましょうか。いやない、飛ばされて泉田がリングの下に落ちた。さあこれは危険だ、これは嫌な予感がする。あーどんなロンだ、うわっと放送席の上空にエーゲンの翼が飛来してまいりました。私が今確認したところ、スーツの右の肘のあたりに、おっと翼が飛んでおります。危ない、おっと馬場さんがこっちを見て、危ない。今私はリングの中のジャイアント馬場選手と目が合ってしまいました。嫌な予感、おっともう一発いった。いやー今日は放送席に大いなるサービスをしてくれますファミリー軍団および悪役紹介であります。ここで桃田がラッシャー木村に加担しようというところ、エーゲンがまたしても場外だ。そしてリングの中は淵を捉えた桃田と木村、その先にはジャイアント馬場が待っています。ダブルで淵を馬場に振って16万炸裂、
連携プレーが見られました。ファミリー軍団、さあ馬場と木村は縁をロープに振って、あーとラリアットのキック、16本ラリアット炸裂、スリーカウント、最後は社長が縁の左足をしっかりと抑えました。素晴らしいアシストを見せましたジャイアント馬場、なんとも涼しい顔をしております。アニメーション映画でもののけ姫って知ってるか？その主題歌を歌ってる目が吉和っていう人は、顔がこれが全く永遠にそっくりなんだよ。永遠、決して悪い顔じゃないよ、永遠に似ていい顔してるんだよ。それにしてもフチ、お前今シリーズは開幕戦から今日の最終戦まで毎日司会室でナッチューノーばっかりやってたらこの野郎、こういうことはね、泉田ちょっと来い、ここへ泉田ちょっと来いよ、早く来い。俺が今から言うから、その格好をなそこでやってくれ。いいか、なっちゅーの、ファンの皆さん、本日のご来場誠にありがとうございました。